私の気持ち伝わった？私、勇気のこと絶対忘れたくない。だって迷惑なんてことこれっぽっちもないもん。嫌な思いなんてしてない。勇気たちと出会えて、勇気たちの手伝いができてすごく嬉しいよ。勇気、君はアスナを幸せにすることは俺にしかできないと言った。でも俺は違うと思う。アスナが本当の意味でゲームを楽しむことができたのは君たちのおかげでもあるんだ。ありがとう、ユキ。僕、この世界に来られて、二人と出会えて、本当に嬉しい。今の言葉だけで十分だよ。これでもう何もかも満足だよ。まだしてないこといっぱいあるでしょ。スバルト・アールブヘイムにだって行ってない場所はまだあるだろうし、それに私は勇気ともっとたくさん思い出を作りたいの。でもリーダー！あ、みんな。リーダー、どこ行ってたんだよ。連絡取れないから心配してたんだぞ。まったく、リーダーは世話が焼けるね。やっぱり私たちがいなきゃダメみたいだな。ちょ、マリさん、なんで泣いてるんですか。嬉し泣きなんてするんだな。うるさい。勇気、また会えてよかった。私たちはリーダーがいないとダメみたいです。みんな心配かけてごめんね。僕、自分がこの世界に存在する意味ってなんだろうって、ずっと自分は何も与えられないのにたくさんの人に迷惑かけて、それなのに僕の周りにはこんなに素敵な人たちがいて本当に幸せだな。みんなのおかげでようやくわかったよ。生きる意味なんてなくても生きてていいんだね。アスナとキリトにお願いがあるんだ。僕と友達になって。何言ってるの。私たちはもう友達じゃない。あ、本当よかった。そうだ、僕アスナに渡したいものがあったんだ。え、何？ちょっと待ってて。勇気、何をするつもりなんだ。やあ、できた。今の11連撃、それは。うん、受け取って。僕の OSS。 本当にいいの？うん、僕たちをつなぐ絆の証、存分に使ってあげて。ありがとう、勇気。大切にするね。ありがとう。さて、勇気も帰ってきたことだし、延期してた打ち上げやろうよ。ああ、そうだった。今回はリーダーの ALO 復帰祝いも兼ねて、さらに盛大にやらなきゃな。エギルの店でやるか。それなら人もたくさん入るし。
いいね、そうしよう。エギル、ボス攻略の時に助けに来てくれたノームのでかいやつだよ。ノーム同士気が合うかもしれませんね。あの時の報酬も手つかずですし。だな。よー幸せ。勇気、行こう。うん。Thank you.
が裏世界、眼界原野ニーベルハイムか。今までのフィールドとは全然雰囲気が違うね。ああ、スバルトエリア最後のフィールドだから難易度もこれまでよりずっと高いだろう。気を引き締めていかなきゃだね。まずはこの島を一周してみよう。今夜は何を作ろうかしら。塔だね。信号機みたいに光ってるよ。なんだか嫌な雰囲気だね。これ転移装置じゃないかな。どれどれ。